ね、このご近所用のチャリをちょっと新しくしまして、でこれがですね、ブリヂストンのトートボックススモールっていうやつですね。でこれがね、非常にデザインが可愛くてですね、いい感じですね。でこっちのカゴですね、これオプションでついてる、あ、オプションじゃねえや、標準でついてるんですけど、ちょっとこれをこういうね、木木材で作り直そうかなと思っております。まあ、ここに荷台があって、この上からこのボルト4箇所で止まっているだけだと思うので、多分ね簡単に作れると思うので、ちょっとここをね作り直そうかなと思います。非常に可愛い自転車です。の材料を買ってきました。でいつもはね、木材をいっぱい使うときはお店で切ってもらうんですけど、今回はそんな量じゃないので、これをね自分でノコギリで切りたいと思います。で今回はこのオイルステインが屋外でも使えますよ、使えますよって書いてあったので、これのヌアっていう色を買ってみました。茶色みたいな色ですね。とハケと、ハケちょっとね前まで使ってたの硬くなっちゃったんで、これでじゃあ早速これを切ります。全く同じサイズに作ってて、高さだけねちょっと高くしようと思うので、いくつだっけ、337が2、337、違う、337と467、467、危ない、間違えとかだった、全然違え、467、467、大丈夫かな、まっすぐじゃないけど、これ467が測れない、いや、なんかちょっと大丈夫、あ、ちょっと、あ、ちょっと、木材が一通り切り終わりました。で、ちょっとだけヤスリをかけたいと思います。んでね、これがどういう風になるかっていうと、これが底ですね、底で、で、なんだっけ、こう、互い違いにするから、こうかな、こうですね、で、こうの、こうで、で次がこうかな、
こんな感じですね。これがね、完成予想図でございます。うん、なかなかいいのではないでしょうか。ちょっと高すぎた、まあいいか。物がいっぱい入ることに越したことはないのでね。じゃあこれを、あれで塗っていきたいと思います。これ一通り全面をですね塗り終わって、で触れるようになったので、で本当はねもう一回塗るんですけど、とりあえずこれを組み立ててから塗りたいと思います。とりあえずね、これ下1段が完成しました。でここはね、短く切っちゃったところ、まあでも味があっていいかな。まあ、今回はかなりね適当 DIY なんでね、設計図もほぼなしで作っておりますが、じゃああとこの4枚を取り付けたいと思います。だいぶできたんじゃない？いいね。これで、一応ね箱が完成しまして、これが元からついてたやつで、でですねこの取り付けの穴ですね、これをこっちにもつけたいと思います。でこっちはねここかなり薄いので、これでなんか届いたんですけど、元からついてたやつですね。でこれだとね届かないので、これを取り付けたら、だからさっきねこれ長いやつを買ってきましたので、これで取り付けたいと思います。
ですか、できましたよ。なかなかね、いい感じで、しっかり固定されております。下から見ると、ね、ちょっと飛び出してますが、こんな感じで固定されております。でね、ここにピースフルクイジーンってね、ちょっとねステンシルでロゴ入れようと思ってるんですけど、それはね、気が向いた時にやります。Thank you.